にちは、ジュビちゃんです。はい、大空飛行の4回目ですね。今日はついに一楽章の最後まで参りましょう。練習番号の O からですね。この部分というのは諸井三郎先生の、解説でも、第4部と4つの起きた、第一楽章の中のね、終止部のところになります。ここからコーダに向かっていくわけですけども、まあ、今までのところで大体あの重要なモチーフとかハーモニーとかの説明っていうのはしてきたので、同じモチーフが、あの最後 の, あの終結部に向けて、使われていくとまとめられていくという感じの展開になります。はい、最初のピッチカートのところですけどね、これナタンティタンのあの動機があのファゴットとかバイオリンとかに出てくるんですね。ここのねピッチカートのずっと続くところって長いクレッシェンドっていうのが大事で、特にクレッシェンドが始まるのは435678910だよね。そこまでは、クレッシェンドがないんですけども、クレッシェンドが始まってからもゆっくりゆっくり P に向かって徐々にクレッシェンドしていくという感じを作り上げるというのもすごい大事です。でですね、ここハーモニーが結構面白いことになっているので、特にここを気をつけていただきたいんですけど、最初はだいたい4小節単位でいってるんだけど、 O から4小節間はD マイナーになりますね。レファラになるんだけれども、 O から4小節いったところの小節の後半の部分ね、ここで、ハーモニーが変わるんです。次の4小節が、まあコードで言ったらこれディミニッシュセブンなんだけど、C シャープディミニッシュって取ったらいいのかね、E ディミニッシュ、私たちはミから始まるんで、E ディミニッシュセブンとか捉えていいですけど、ここでこうなるわけですね。で次が、ディミニッシュコード、でね、これね、次434のところって結構ミソで、アーなんだよね。それまで言ったらね、ディミニッシュコードだったらレーなはずなんだけど、ここがを鳴らすことによって、実はこの今まで C シャープディミニッシュあるいは E ディミニッシュと思ってたコードが A7 フラットナイスの響きに一瞬なるんですよ。これ結構あの渋くて、でその次のだから434の後半の部分っていうのが、これがやはり D7 のフラットナインス。フラットナインス好きですよね。フラットナインスとディミニッシュコードっていうのはもうほとんど構成音的には半音の違いしかないので、非常にだからその音を操る上でここの半音をどっちに取るかっていうことで、それが次のドミナントになるのか、それともディミニッシュコードの神秘的なね、響きになるのかっていうのだから、要するにディミニッシュコードがフラットナインス、ドミナント7のフラットナインになったら、その瞬間に次のコードのカラーがペッと見えちゃうわけですよ。ディミニッシュの間は見えない、見えにくい、そういうことで、これはねどん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 7-3変わっていくんですけどね、438の後半の
コードでセカンドバイオリンがあのなんていうのダブルの下の音がミミミレレレってあのってなってるのね。ここ実はかなり渋くてここがはい、ここでフラットナインスのあの S がねあの D に降りてるってところでちょっとカラーがちょっとふっと綺麗なコードに なっちゃうのね。次はデドアの和音がなったかと思うとその2小節で今度はあの単位がちょっとね4小節単位かここからね2小節単位にだんだん縮まっていくんですよ。 O から4回、4小節単位でいって、その後2小節単位になるのね、クレッシェンドが始まるところです。小節で言って439ね。ここがだからデドアになってここゲーなんだよね。これね G7 になってんだよね。もうだからここの裏から G7 で次もで次 C7 ヨドでどん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 属質が変わってくる、ね、で445から、ここは長い C シャープディミニッシュ、 C シャープディミニッシュと取っていいかね。最初ベースが C シャープだからだからね、本当のクレッシェンドっていうのはこの P の1,2,3,4,5,6,7 P の、8つ前のC シャープディミニッシュに変わってから本当のクレッシェンドになっていくという感じが一番効果的で P に向かって効果的だと思うんですよ。だからここからここまででクレッシェンドしちゃうとねもうクレッシェンド効かなくなっちゃうのであるあるなんですけどねよく早くやっちゃうとねこの辺でも大きくなっちゃってもう出ねえぞみたいな最後もなんかむちゃくちゃなんかもう弾きまくってるってねだからそうならない方がいいです。そうですね、ここ、いろいろ母音があると思うんですけどこっち今スコアで重なって見えなかっただけなんだけど、461、アップで入る場合もあるクレッシェンドがあるのでね、ただこれねクレッシェンドした後の、再びスタートのクレッシェンドのダイナミック書いてないんだよね。これクレッシェンド始まるところは全部ピアノからクレッシェンドとして考えると461もスタートはピアノで。でどっちかというとクレッシェンドしてますよが聞こえるのがドミノ倒しになるっていう風に構図に見えるといいのでこれはさっきみたいなここまでのクレッシェンドだからっていう前半でも言ったかもしれないけどというよりは最初のスタートした時にもクレッシェンドしてますっていうのが見えた方がかっこいいかなと思います。という意味でアップにすることが多い。それともう一つアップにする利点としてはその後のフォルテ463になった時のフォルテがの後の弓が都合いいと、はいねここのこのピアノ難しいよね。だからよくみたいな楽譜するのいいんだけどなんかそれにしたためになんかこれの裏の32分音符のだけ
ことさら強く強調するだけみたいなことになるとはあんまり私は好きじゃない。ここもですね、まあ難しいんだけど、これをダウンで入るかアップで入るかによって最後のあのピアノスビートピアノがまたここにあるんだけど、でこれダウンで入るともしくは切るとねなるのね。スビットピアノがアップになると弾きやすいと。だけどこれね、これも小あるあるで、なんで、なんかね、その最後の、またぐ前のフォルテをやたら強調することで解決するっていうのが、非常に昭和的で私は嫌いなんです。でも先輩によく怒られたら、そこはスビットピアノだから、分けて、分けてんじゃなくて、その前の音を強調してるだけなんじゃないの、それはって、私はずっと思ってた。でも、はいって言ってやってたけどね。この芸はね、上がるので、ほっといてもね、強くなっちゃうんですよ。だから、ことさら強くすると余計おかしいの。だから、もしダウンっていうか最後スピットピアノをアップにしてその直前をダウンにするにしてもちょっと気をつけた方がいいですよ、ね、で私はそのまま弓順っていうのだからダウンあアップで入ってなんか普通にさっきのあれと一緒で、なんだっけ。自然に。やらない。この後、アテンポなんでね。で、昭和の大工の場合は、ゆっくりしてそのままゆっくり入るってなので今日もまあちょっとそれを若干踏襲した形でいこうと思いますが、ここのところね、弾き直すときあるよね。で弾く場合もあります。それかその次なんだけど、ま、頭と同じなんだけど、上の人上ね。
上ねって言ったのは、ここは弾かない。ラファ、ラファレー、ラファレーのしないで、もう上行っちゃう。この方がいいよね。次の、ダラララララーって下下がるでしょ。で、これあるね、昔ね、指揮者にね、たまたま私それ代行で、一番前で弾いてて、トップで弾いてた時に、そのさらにオクターブ下ね、だから何この音、これが欲しいってすごい気持ちわかるんですよ。まあここでフォルティッシモになって、要するにドラーン、ドラーン、バーン、タッタッタッタ、そこに一発下の D が欲しいって。ところがね、これね、すごいドラーン、バーンって、音楽的にすごく難しいじゃない。だからもうある人はもうやめちゃってもいいかなとかって言ってたんだけど、私その時冗談で、あ、じゃあこれも音形を逆にしてレドシラソファミレーにしましょうかって冗談で言ったら、その人本当にすごく、いやちょっと困ります、それ僕が怒られるんでって、冗談ですって、すいません冗談言ってって言ったことがあるんですけど、はい、その方はもう非常に有名な指揮者の方ですけどね、はい、その説はすいませんでした。茶化してしまってね。あ、ざーっといきましたけれども、これまだ一楽章なので、あんまりちょっとなんかアグレッシブに、ある程度こうポイント音形を聞かせた方がいいんだけど、やりすぎないこと。やっぱりハーモニーとかものすごく凝ってるんで、ハーモニーを聞かせよう、ハーモニーを聞かせよう、リズムを聞かせよう、そういうふうに作り込んだ方が、後の四楽章の歓喜がもう絶対生きるので、あんまり一楽章飛ばさないようにして、むしろ丁寧に丁寧に作り込むと。もちろんフォルティッシモとかフォルターレとかはしっかり出していっていいと思うんだけれども、特に今日も出てきました長いクレッシェンドのクレッシェンドが早く始めすぎないと、後の方に持っていって、音の質とかをすごく大事にするということ。それから乱暴になりすぎないって、多少はいいけどだけど乱暴になると音を潰さないっていうことをすごく、この本当にリズムハーモニー大事なので、ね、何度も言いますけど、ということで、やりますか。ちょっと休憩していい汗だくなので